はようございます。渋滞してる。今日はひよっこの皆さんにアドバイスというほど、まあ僭越なできることができる、僭越なことができる立場じゃないって言おうとしたんだけど、なんか日本語的に変な気がしますけどね。僭越ながら、ひよっこの皆さんにちょっとアドバイスさせてもらおうと思ってるんですよ。聞くも聞かないもみんなの自由だからね、これはね、もちろん。で、何の話かというと、人物をできれば早めに撮り始めた方がいいよっていう話ですね。写真を始めた時ってとりあえず、まあ僕みたいなルートでカメラ面白そうだなと思って写真を始めた人っていう前提でお話ししてます。まあ、例えば鳥さんが撮りたいなと思って撮り始めた人の場合でも僕は同じだと思うんです。結局ね、途中からどっぷり写真の道に入っていくと、何かを専門で写真を撮り続けてもいいんだけど、僕の場合はそのオールマイティを目指してほしいんですよ、僕の勝手な願望ね。だからやるもやらないもあなたの自由なんだけど、オールマイティに撮れる人っていうのはやっぱり僕は見てるとかっこいいなと思うし、専業は専業の面白さがあるんだけど、僕の写真館からすると、写真のね、見る方の写真館からすると、何か専業の人でめちゃくちゃに上手い人ってなかなかいないんですよ。で、オールマイティに撮れる方が本人も多分飽きずに楽しめるだろうし、あとはね、なんて言うんだろう、総合力として写真そのものの力、まあ、写真力と勝手に言ってますし、あんまりかっこいい言葉じゃないんだけど、写真を撮る自力っていうのが上がりやすいのは、あれこれ撮ってぐるぐる回っていく方が、こうぐるぐるパラダイムが上がっていきやすいってね、マイケル・ジャクソンじゃない、ポール・マッカートニーが、パラダイムっていうのはこうぐるぐる回りながらシフトするんだよって言ってた、ね、そういう感じです。パラダイムシフトっていう考え方自体がね、そのコミットするかというと僕よくわかんないんだけど、あんまり深く考えたことはないですけど、まあ少なくとも技術っていうのはパラダイムシフト的なものっていうのはそのあり得ると思うので、そういう考え方もいいんじゃないのと思ってそういう提案をしてますね。なのでリアルで僕のとこ生徒さんで来てくれる人に関しては何でもやってもらうよって言っても半強制ですよでやってもらってるし、それぞれやっぱり気づくことがあると思うの、勝手に思ってるんだけどね。感想を 100% 聞けるわけじゃないから。で、その中で、まあ、要は風景も撮れば、生物ね、物も撮れば、なんだろう、街角スナップも撮れば、建物とかも撮りつつ、人物も撮ってほしいんですけど、人物を撮るのって、学生さんとかでもない限りはね、人物撮れないのよ。だから、自分が人物を撮れるような場所に出入りする機会を作って、特にプロ志向の人たちの場合は仕事でしか撮らないって結構不利なんですよ。だから人物をドキュメンタリー的な説明しとくとね、ひよこだからさ、初心説にこう人物撮りの中で人物をどういう風に撮るかっていうので写真のジャンルが分かれるんですね。なのでお仕事の観点からすると、人物の写真をどういう誰を撮って、その写真をどういう風に使うかによって仕事の発注が分かれるんですよ。例えばインタビュー写真の場合は、いわゆるカチッとしたポートレート写真と違って、ポートレートというのは、まあ要はモナリザみたいなやつねっていう、ポートレートここじゃないや、ポートレート写真とは違って、インタビューっていうのは生き生きとその人が喋っているようなところ、受け答えをしているありさまを写真で撮って、でそれを見る人たちが、まあ、何かしらの雑誌なりの、なんね、ウェブなりに載った時に、あ、この人はこういう風に生き生き話をする人なんだな、で例えばこの人の話を聞いてみたいなとかね、そういう風なこう気持ちを喚起するために写真が使われたりするんですね。それは例えばインタビュー撮影っていう、その発注上は、形式上は使用目的がインタビュー撮影になっているから、あ、ごめんごめん、逆だね、インタビューしているところを撮る、インタビューしているところを撮った写真を使うから発注がインタビュー撮影になったりするんですよ。なんですよ、ちゃんとしたところに依頼すると10万円とかかかるんだよ、インタビューしてる、お話ししてるところを撮ってもらうだけで。でもそれはその辺の事情がよく分かって、使い道とかどういうのを撮るべきとか、どういう風に撮ったらこの人はどういう風にかっこよく見えるのかっていうのは分かった人がそれを撮るから、技術量が入ってるから、やっぱ10万円とかになるんですね。なのでストロボとかのね、セッティングがいる場合もある。ストロボ使わなくてもそこまでいくと値段変わんないよっていう話でね。で、皆さんがね、その写真を撮り始めの皆さんが面白い楽しく写真をどんどん撮れるようになってもらうにはどうしたらいいかなってよく考えるんだけど、そうやって考えると、その用途から写真を割り出していくのって別にそう必要がなくて、皆さんの場合はとにかく撮る、
撮る俺にとってどうかっていう観点だけでいいです。とりあえずは全然それでいいです。その写真が肌から見た時にどうかとかっていうのは中級以上の時にだんだん出てくる問題なので、今のところはね、とにかく撮れるものをガンガン撮って、その中で自分なりに質が高くなるには、質が高くっていう考え方はちょっと難しいから、とにかくちゃんとして人に見える写真、自分が見た時にちゃんとしてるなって思える写真に持ってきたいと思うの。まともに撮りたいと思ってる人はね、心象風景系の人たちは別に好きに何でもやって、ブレてようが荒れてようがボケてようがカラースバランスが崩れてようが、それがその時の気持ちにフィットすれば OK になっちゃうので、やりたい人は当然やればいいし、全然排除するつもりはないんだけど、その技術的な観点からはうんぬんしづらいんですよ。何でもありになっちゃうからね。なので添削とかについてもテクニカルな面だけに限っているのはそういう部分があるんですね。なのできっちりしたプロみたいなって言ったらあれだけど、まあ要はプロみたいな写真が撮りたいなと思うんであれば、その辺をですね、まずは好き放題撮る、撮る撮る撮る、アホみたいに撮る。でその中でやっぱね、自分が、撮りたいものっていうのがそのうち専門が出てくると思うんですけども、まずは最初はとにかくあらゆる機会をできるだけ広く持って撮りましょうです。でそれプラス人物を撮る機会っていうのが意外とないので、なかなかないんですが、僕もね、29歳の時かな、写真会社に入社して毎日毎日突然写真を、人物のね、営業写真の世界で人物を毎日撮るのが仕事にの人になったんですけど、しかもいきなりプロになって、いきなりそのああしてくださいこうしてくださいって素人さんのお客さんに対してそのなんていうの、ポージングの指示を出すのも仕事になったから、毎日ですよ。それは今になってめちゃくちゃ生きてるので非常にありがたかったんですけど、ギャラはとにかくアホみたいに安かったので、大人として見るとどうなんだろうなと思うんですよ。修行期間としては良かったね、飯は食えたし最低なんで非常に良かったかなと思っていますね。なので僕の場合は人物を撮る機会がそうやって仕事でブワーッと突然来たので、基礎を作るのに非常に良かったんですけど、これからね、僕もプロの育成をしていくにあたって人物を撮る機会っていうのを若い子たちに、プロ志向っていうことはまあまあ自分では撮ってる人が来るはずなんですよ。だけどその人物を撮る機会っていうのは絶対的な数がないと人間の形っていうのが認識できない。ごめん中級以上だこれなのでやっぱりまずは手当たり次第にやってみることが大事、質の前に量です。まず皆さん覚えておいてね、質の前に量。なので質の話をする前にまず量を取っていかなきゃいけないので、人物を多く取りましょう。で人物を取る機会っていうのは自分で作らないと機会は作れないと思った方が早いです。なので待っていて撮影依頼が来るような人ってすごい羨ましいじゃん。羨ましいでしょ。で僕も撮る人たちとしか繋がってないから、撮られる側の人たち、モデルさんとかとは繋がってないんですよ。世の中って面白いもんで、 SNS もそういう風にできてるので、下手に遠くのクラスター、関係ないクラスター、例えば関係ないからこそ今パッと思いつかないんだけど、例えば鉱物が好きな人たち、石の方ね、が好きな人たちがクラスターを作っていて、そのツイッターなり、Google 自体もそうですけど、アルゴリズムがよくできてるからさ、その似たような言葉を検索するにしても、鉱物の人たちが検索するワードと僕が検索するワードって似たワードで検索したり似た言葉を発していたりとかしても、サーチエンジン自体がもうつなげないんですよね、その2つを。ひょっとして鉱物のこの言葉について検索していますかって言ってもっていう検索結果出さない。だ写真とかの世界の似たようなキーワードを候補として、ひょっとしてスペルミスでこれじゃありませんかって引っ張ってくるぐらいなので、もう見てると明らかにそうでしょ。だからめちゃくちゃに頭がいいんだけど、インターネット初期の頃みたいな何でもかんでも問答無用に繋がってしまって、知識が無尽蔵に広がっていくね、そのアカシックレコーダーにアクセスしているような感覚ともほど遠いので、なかなか僕もですね、写真を少なくとも撮られる側とすらあまり繋がらないんですよ、すでに。なのでそこを自分で繋げる努力をしなきゃなと僕も思ってるし、実際何かしらちょいちょいやってるんですよ。なので被写体を見つける努力っていうのは、だからいわゆる被写体さんに限らず、よく僕よく言ってるんですけど、年を取ってるのも若いのも、お兄ちゃんもお姉ちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんもおじさんおばさんも、子供もね、男女問わず撮れる機会が持てるんだったらとにかくどんどん撮っていくべきだろうというふうに思っているんです。でその一環で前に動画でお話ししたんですけど、アマチュアの人がプロみたいなことをやる、要はセミプロ化していくことについてどうかって書いた時に、基本的にはしゃあないなんですよ。まず一番ベーシックな部分ではしゃあない、だってもう好きにするしかないんだから好きにしないよ、何の規制もないんですよ。僕そんな
正をしたり文句を言ったりする立場にない。やれるんならやりゃいいと思うし、アマチュアの中で熱心な人たちがどん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 取る機会を持ちたいなっていう講師の側として考えると、やっちゃいなようなんですよ。その機会が持てるんだったら、状況によってはね、状況によって条件によってはお金を払ってでも取りたい場があるんです。僕だってそういう場はあるもん。そういう時はどんどんお金を払ってでも好きにできるならね、できる裁量があるあって、しかも公序良俗に反しないならそれをどんどんやるべきだと思うから、どんどんやっちゃいなよですね。でもしも本人が自分で、あ、僕もうプロですわ、プロでやっていきたいし、実際技術的にもプロでやっていけると思いますって言うんだったら、そこからはちゃんとお金を取らないと、それはそれでこう宇宙の法則が乱れるので、そうなったらお金をちゃんと取ろう、その理由付けとしてどういうふうに、何々があれあれがあれがあれこれがあるんですかっていう話は、それもプロ向けにする話だからまた別途なんですね。まずはひよっこの皆さんはとにかくどんどん取りましょうです。なのでそれプラスね、今日のお話は人物を取る機会っていうのは自分で何かしら作ろうと思って動かないと、人物を取れる機会っていうのは特に日本っていうのはなかなかないので、その辺をですね、自分で考えてあれこれやっていくと、その考えてやったこと自体がその人の写真の作風に反映されとかされたりとかするんですよ。なのでぜひともですね、皆さんその辺をやっていっていただけるといいんではないかなというふうに思っています。集合時間には完全に遅刻です。おかげで皆さんとゆっくりお話ができました。というわけで、これ俺何分話してんの、これで。まあまだ11分しか話してないのね。まあそんな感じです。なのでまたひよっこ写真でもね、数を増やしていこうと思ってますからね。今年の冬はこの革ジャンを着るので大体似たような格好をしていると思います。車に乗っている時間にお話ができるのは僕も非常に楽しいので、またお会いしましょうね。